本日はタイヤ交換の方法を説明したいと思います。はい、まずはサイドブレーキをしっかり引っ張っておきます。反対側は車が動かないように輪止めをしておきます。あ、なんだ、うちには実はこんなのがありましたので、このようにしておきます。そしてこうフロントも動かないようにしておきます。まずはトランクの中にこんなのがあると思いますので、こんなんでナットを緩めます。グッ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 。でも硬くて緩まない場合があるので、そんな時にはこんなパイプを使ってエコの原理を利用して緩めます。後ろも同じように緩めます。よいしょ。皆さんのトランクを見ると多分こんなジャッキが入ってると思います。このジャッキをジャッキポイントに入れて、そして上げます。それで多分このようなものがついてると思います。これでこう回してあげるとジャッキが上がっていきます。あ、うちは面倒なのでうちにあるジャッキを使います。ジャッキ上げ終わったらボルトを緩めます。十字レンチを使います。一家に一台十字レンチ。よし、最後のボルトを外しております。よし、これでタイヤを外すことができます。今回うちは前後のタイヤを変えるので、ジャッキーで両サイド上げております。そしてこちらもタイヤを取ってしまいます。よし、よいしょ、オッケー。ホイールを洗いたいと思います。まずは洗剤をかけて、ナットも洗剤をかけておきます。一発で落ちますね。はい、アルミはほぼきれいになりました。さあ裏側を見てみましょう。よっこいしょ。裏側もこんな感じであります。こちらもきれいになっております。次はタイヤを洗います。懐かしい人々が住むという思い出の丘に残してきたものを通りにおいでよと小鳥がささやいた。駆けてゆくには遠すぎる、歩いてゆくにはもう若くない。思い出の丘がそこにあるなら、それだけでそれだけで幸せだよ。でも何かが違う、でも何かが違う、
でも何かが違う、でも何かが違う。朝もやの中にただ一人、風に触れて立っている。心が空を回っている。寂しい心に酔いしれて泣いた。駆けてゆくには遠すぎる、歩いてゆくにはもう若くない。この街に今日探しながら、手探りで手探りで生きてゆく。でも何かが違う、でも何かが違う、でも何かが違う、でも何かが違う。ざっくりタイヤの水を拭いてしばし乾かしておきます。その次はタイヤワックス塗ります。タイヤワックスを塗るとなんかすごく綺麗になりますね。タイヤはめます。疲れ果てていることは誰にも隠せはしないだろう。ところがおいらは何のためにこんなに疲れてしまったのか。夕日がそんなにも大きな一日とは思わないが、それでもやっぱり考えてしまう。あ、この気だるさはなんだ。いつかはどこかへ落ち着こうと心の置き場を探すだけ。たどり着いたらいつも雨降り、そんなことの繰り返し。やっとこれでおいらの旅も終わったのかと思ったら、いつものことではあるけれど、あ、ここもやっぱりどしゃ降りさ。心の中に傘を差して裸足で歩いてる自分が見える。
右の耳から左の耳へと通り過ぎる。それほどおいらの頭の中は空っぽになっちまってる。今日はなぜか穏やかで知らん顔してる自分が見える。